どうしようかな。どうされたのですか、フォガート王子。次の宴を計画してるんだけど、全然いい案が浮かばなくって、みんなの気分が晴れ晴れするようなものにしたい。でもこれがなかなか難しいんだ。難しいとは？状況が状況だから、楽団なんかに来てもらうというのも大変そうだし、物資も限られてるから、新しいことを試して失敗するわけにもいかないし。そう考えると確かに。あ、お菓子を食べる会なんてどうだろう。みんなで集まって甘いものを食べるんだ。お菓子は私の敵ですわ。エーティエはお菓子が嫌い？嫌いではないですが、筋肉を愛する者にとって余分な肉の増加は許せませんので。それより鍛錬の会なんていかがです？それって何をするの？みんなで集まってひたすら筋肉鍛錬をするのです。いや、どうかな。そういうのは人を選んじゃうから難しい気がするな。そうですか。他にも何か考えてみるよ。ありがとう、エーティエ。フォガート王子、宴の件はいい案は出ましたか？それが難航してて、肉を食べる会もいいかなと思ったけど、肉は結構食事に出るし、逆に野菜を食べる会にしたら、体を動かす俺たちには野菜だけでは物足りない。美味しい飲み物をいただく会もいいかもって思ったけど、どうせやるなら何か食べたいし。はあ、全く決まらないよ。でしたら筋肉増強剤の会なんてどうです？それってエーティエがよく飲んでる飲み物？そうですわ、筋肉鍛錬の愛好者に好まれるあの究極の一品です。いやいやいや、それこそないよ。どうしてですの？どうしてって筋肉増強剤だよ。つまり薬でしょ。美味しくないんじゃ。口にされたことはあるのですか？いや、ないけど。ご経験がないのにありえないと決めつけるのですか？わかった、ごめん。偏見で判断しようとしたのは認める。んでも、みんなで集まって筋肉増強剤を口にするだけだろ。フォガート王子、まだまだですわね。私たちが毎日美味しくもない筋肉増強剤を口に入れて満たされているとお思いで？違うの？少し時間をくださいな。この私に明暗がございますの。わかった、楽しみに待ってるよ。ようこそおいでくださいました、フォガート王子。今日は筋肉増強剤が秘める無限の可能性をたっぷりと味わっていただこうと思いますわ。召し上がっていただきたいのはこれです。うわぁ、美味しそうな料理だね。この干した果実のケーキも、蜂蜜パイも、ラクダの乳のムースも、焼き菓子も、どれも筋肉増強剤を使った特別料理でございます。みんな筋肉増強剤が入ってるの？ええ、例外なく。味はご自身の舌でお確かめください。わかった、いただきます。あ、うん、これは美味しい。甘さも控えめで、その分素材の味を楽しめる。どれも砂糖の代わりに甘めの筋肉増強剤を使っています。おかげで体重増加を気にすることなく、筋肉に良いものを取ることができるのです。いいよエーティエ、俺の心に突き刺さった。斬新だよ、今までにない全く新しい宴になる。それは良かったですわ。エーティエ、早速計画を立てよう。君も一緒にやってくれるよね？ええ、もちろん。ですが、
条件があります。これから私とソラネル10周走りましょう。その後腕立て1000回、腹筋1000回、さらに。ちょっと待った。どうしてそんなことしなきゃならないの？主催者である王子にも体を限界まで追い込んでいただき、筋肉増強剤を欲する感覚を味わってほしいのです。その感覚が分かった時、王子は心からの愛情を込めて新たな宴を開催できますわ。あ、分かった。全ては宴のためだ。でも最初だし優しく頼むよ。もちろんですわ。死なない程度のギリギリまで優しく追い込んで差し上げます。お手柔らかに。